アロハ。今日はですね、ハワイデイ6というわけで、今はですね、朝ごはんを食べてアウラニからすぐの ABC ストアに買い出しに行きたいと思います。今日も一日よろしくお願いします。待って、なんだ、あいちゃんいんの？そればっかり。今日もね、予定目白押しなので、よろしくお願いします。マハロ。これ入ってるマイク、うん、ここが私のあなた。あ、恥ずかしがったらあかん、そんなの。一回見本見る。見本お願いします。ここが私のアナザースカイ、ハワイです。あ、冷たい。それ長島秀夫。これメイドインハワイのお酒みたいなんで買います。ちょっとオアフのマップも欲しかったんで買います。ハイビー撮影用に買うか迷う。100均で売ってるやろ絶対。 16.99。 こちらのプランテーションっていう雑貨がすごい可愛いので、まあ、アウラニにね、宿泊された際にはぜひチェックしていただきたいと思います。 ABC の並びにあるのですぐわかると思います。前回ご紹介したハワイアンファイヤーが閉店してる。ハワイアンファイヤー、はい、なんとですね、コーリナステーションにスターバックスができてたので入ってみたいと思います。ケケさん、本当にありがとうございます。3人で、全員でスタバいただきたいと思います。ピンクドリンク、私とアイちゃんとさっちゃんピンクドリンクで、お父さんとお母さんもね、ティーを頼ませていただきました。ありがとうございます。 KK さん、ありがとうございます。いただきます。ピンクドリンクどうです？美味しいです。アイちゃん美味しい。 KK さんに感謝してください。しかもうちはでかいな。ありがとうございます。本当に私もいただいてます。すごい美味しいです。メニューにも記載されてるぐらいね、公認裏メニューでもなくなってるみたいなんで、メニューにもね、看板出てたんで、はい、ぜひ皆さん飲んでみてください。やってきました。こちらクアロアランチです。念願のクアロアランチにやってきました。ハワイデイ6はクアロアランチのアクティビティに参加したいと思います。今回参加するアクティビティは送迎なしの乗馬2時間のコースに参加します。お値段の方はね、こちらの方に載せておきますので参考にしていただきたいと思います。はい、念願だったんで気合い入れて最大限にコアラランチイメージしてみますといかがでしょうか。釣りバカにし釣りバカにしでカーボーイ、はい、でジュラシックパーク、はい、というわけで、ツアーの方に参加していきたいと思います。チェックインします。寝ておられるんですけど、こういう風に馬に乗って2時間のコースを予約しました。今回公式のホームページから予約したんですけれども、他にもオプショナルのいろんなサイトがあるので、値段とか見ていただいて予約していただいたらなと思います。はい、これね、ちょっと気合い入れてスタッフさんにもグッドって言っていただいたんで、これ着て、ね、馬に乗りたいと思います。はい、ちゃん、ちょっと何ですかその服。今日の OTD、 はい、はい、ユニクロ。はい、釣りバカ日誌。これニューバランス。これ量わからん靴下。これ前あの ウィークエンドビログで古着屋で購入したコロンビアのフィッシュジャケットじゃなくて、釣りの人が着てるような
皆さんこれでお分かりいただけただろうか。このために買っていたんだって。いい感じです。めっちゃ映えてます。そのポーズは映えてません。Stumbling out of bed, and I still got you in my head. From all those pretty words you said, it's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am, it's like I'm wasted. And I won't waste it. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind.I will follow you wherever, and I won't waste this. I'll follow you, yeah. I'll follow you, yeah. Could you come a little closer now? Cause I don't wanna slow this down. My heart is screaming out your name. I'm wasted on you. Here we are right underneath the stars. So let's get a little reckless. You make me breathless, and I won't waste this. And I promise that I will stayは2時間楽しんできました。楽しんだ。どうされました。でも楽しんだ。愛ちゃんの馬がね、気性が荒かった。ちょっと言うことをなかなか聞いてくれなくて。全然聞いてくれへんかった。最後尾で常に遅れを取ってました。かなり10メートルぐらい何回か走って競馬しました。愛ちゃんだけなぜか滝豊かになってました。遅れてはすごい乗馬でこう追いついて一人競馬してましたよね。ちょっとお金乗馬ではなく競馬の時間が、うん、でも愛ちゃん怖がって、写真はここ載せときますので、はい、あの全然笑ってない写真こちら、はい、こんな感じで本当に素晴らしいので、あのこれはちょっとぜひね体験していただく価値はあると思いますので、まあ愛ちゃんはね、まあ、こういうちょっとレアなパターンもありますけれども、気になるっていう方はね、ぜひ体験していただきたいと思います。すっごい楽しかった。満足です。念願ありがとうございました。皆さんありがとうございました。では次の場所に移動したいと思います。はい、終わった。 GO! サンセットがやばいです。渋滞もやばいんですけど、サンセットもやばいです。見てます。はい、というわけでこちらレナーズのマラサダを買いにやってきました。前回はですね、カハラの方の本店の方にいたんですけれども、今回はワイケルセンターのワゴンタイプの方のお店に来てみました。こっちの方が私たちの宿泊してるアウラニから近いんですけれども、今まで全然知らなくて、あのワイケルのセンターにあるよということで今回来てみました。一番おすすめの味はオリジナルの、もう一番シンプルなタイプが、私たち大好きなので、それをね15個ぐらいちょっとオーダーしましたので、今待ってるところなんですけれども、本当にレナーズ美味しいので、これ食べずには帰れないぐらいちょっとおすすめなので、ぜひですねハワイに来た際にはレナーズ食べていただきたいと思います。いい、食べて、めちゃめちゃあったかい。いただきます。うわ、これ
しい。ほんまに暑い、ちょっと嬉しい。どう？美味しいよ。美味しい。うん。なんか言ってるし、ね。パパと美味しい。もう2個目やもん。人差し置いて2個食べた。うん。そこあるやん、山盛り。けど、はい、今のパッキングでみんなでしてて、はい、ちょっと荷物が散らかっておりますけれども、なんとか今回は全然荷物的には余裕でパッキングできました。はい、こちら寝ておられます。寝てます、ね、なんか L? なんか何してんの、足上げ、足上げ。はい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 、というわけでハワイ6日目終了してしまいました。ライブ配信今さっき終えまして、たくさんの方ご覧いただきましてありがとうございました。ライブ配信残しておりますので、見逃したぜっていう方ぜひご覧いただきたいと思います。今日はね、もう念願のクアロアランチ、もう非常にいい思い出になりました。かっこアイちゃん以外は、愛ちゃんはまあ 100% ハッピーではなくて、ちょっとね、なんかいろいろハプニングがありまして、もう大変面白いんですけれども、私はもう正直人事なのですごい面白いです。はい、本当に楽しくて、もうずっとね、行きたいなと思ってて、5回目にしてやっと行くことができました。壮大な景色はぜひ見ていただきたいなと思うので、あんな壮大な景色日本ではなかなか見れるもんじゃないと思うので、本当に行ってよかったなと思いますし、まあ私個人的に馬が大好きなので、本当にね、有意義な時間、楽しい時間過ごせました。はい、というわけで明日は帰国日です。皆さん反応が悪すぎますよね、初日と全然違いますよね。今日ぐらいから明日帰らなあかんっていうことを考えたくなくても考えてしまうので、まあ、ちょっとずつテンション下がってきてるんですけれども、ハウズイットさんとコラボさせていただいたり、スペゲスさんが日本から来てくれたりとか、念願のクアロランチに行けたりとか、ワイキキに初めて宿泊したりとかね、もう本当に盛りだくさんのハワイ旅行、楽しかったです。寝ましょうかね、そろそろ。ちょっと映っときます、もういいですか。寝ましょうか。寝たら負け。寝ろ。というわけで最後までご覧いただきありがとうございました。ハワイ最終日でお会いいたしましょう。バイバーイ、おやすみなさい。悲しい。おはようございます。手島さくん、レナーズのマラサタです。これを朝ごはんに食べます。おいしい。やっぱり出来たてが一番おいしい。昨日のクアロアランチでちょっとお尻がめくれちゃって痛いです。すごくこれでフライトするのすごく厳しい。おはようございます。本日帰国日となってしまいました。みんなテンションがかなり低いんですけれども、今からですね、空港の方に向かいたいと思います。この素晴らしい景色とね、お別れかなと思うとすごい寂しいんですが、また来ましょう、必ず。
大丈夫ですか、アイさん大丈夫ですか。で昨日からねちょっとあのふわふわランチ筋肉痛がみんなすごくてちょっとフライトちゃんと座ってられるかなって思ったんですけれども、飛行機の中も楽しみながら帰りたいと思います。では空港に向かいましょう。行きましょう。ありがとう、裏に。I'm holding on when everything's gone. I've gotta be strong. TRF ゆくみさんありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。ありがとう。すごい新しいですね。はい、というわけで。ダニエル家井上空港に到着しました。ハワイ6泊8日終了です。お疲れ様でした。すごい楽しかったですね。楽しかったよ。ちょっと帰りたくないっていうのがすごい前面に出てしまってますね。まあね、確かに帰るのは寂しいですけれど、また一緒に行きましょうよ、ハワイね。はい、すごい楽しいハワイ6泊8日でした。ありがとうございました。はい、というわけで日本に帰りたいと思います。シンプルに帰りたくなっちゃいます。はい、というわけでまだね、一緒に行きましょう。アイちゃんもね来てくれて本当にさらに楽しいハワイになりました。ありがとう。はい、そしてハウズイットさんのコラボだったりとか本当に、楽しい、6泊8日でした。ありがとうございました。というわけで日本に帰ります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。マハロー。